この日、いつものスポーツウェアではなく、スーツ姿の谷川選手。やってきたのは、やっぱりスタイルいいからスーツ似合うね。似合いますよね。母校である船橋市立船橋高校高等学校でした。教員資格の取得のために教育実習生として母校に帰っていたんです。話題ってある人は似合うもんね。かっこいいですよね。教育実習の最終日を迎えたこの日、最後に生徒たちに伝えたのは谷川選手の夢への思いでした。先生の夢はオリンピックで金メダルを取ることっていうのをずっと、まあ、体操を始めたのが小学校1年生の時で、もうその時から思ってずっと今まで15年ぐらいその夢を叶えるために